はい、始まりました、石門ジャップ TV。 今回のトークテーマは J2 リーグ2020年シーズン14節まで消化したところ、 J2 各チームの立ち位置や志向するサッカーがなんとなく見えてきた8月27日現在、ただいま J クラブの移籍の第2登録期間8月28日までではありますが、コロナウイルスの影響により第3登録期間がですね、10月2日から10月30日まで設けられていますので、そこで我らが京都サンガ FC のシーズン途中の加入選手の予想をしていきたいと思います。しかし2020年シーズンのサンガに関しましては A 契約の選手が上限までいそうなので、期待できるけどまだ活躍していない選手、もしくは怪我で離脱中の選手も何人かいますので、一番は在籍している選手がですね、救世主として現れることをですね、個人的には一番願っておりますので、ここがまず大前提。とは言っても例年の流れからしたら途中加入の選手がいないシーズンっていうのが近年ありませんので、一人か二人くらいはあるんじゃないかということで予想してみます。まず前置きでですね、J2 のシーズン途中移籍について軽く触れていきますと、例年に比べると今季はコロナウイルスの影響もあり、試合数がまだまだ残っていることから、降格ルールはないものの、昇格という結果を目指すチームにとっては、改善点がある部分、もしくは現在いい順位だが、さらにここから選手間にですね、緊張感をもたらしてですね、勢いをつけさせるための補強はですね、連戦続きの選手層が物を言いそうな今年は、補強を実行する価値は例年以上にあるんじゃないかなと思いますね。で、昨シーズンの J2 の例で挙げるならば、横浜 FC の強化指定選手の松尾選手、あと柏レイソルのマッテウス・サビオ選手と三原選手の加入、あと当時 J2 ではありませんがギラバンズ北九州の高橋大吾選手の途中の加入っていうのは、まあこのね、今挙げたチームは J1 の昇格と J2 の昇格をですね、達成しているということで、そこにもですね、大きく貢献してたかなと。まあ、しかしね、今年に関しては各チームね、経営するだけでもいっぱいいっぱいなだけに、積極的な補強は難しいかもしれませんが、移籍市場が動いているのも事実。J2 では福岡が攻撃に課題ありということで、広島の運動量豊富なミッドフィルダーの松本選手の加入、あと岩田がですね、ディフェンスに課題ありということで、横浜 F マリノスの山本選手、昨年まで金沢の守備をですね、牽引してた選手ということで、岩田にとっては大きい補強なのかなと。で、あと大宮アルディージャが得点力不足ということで、セルビアリーグ得点王の活躍間違いなしと思われたフォワードのハスキッチ選手がですね、まさかのね、活躍してないという、まあ、誤算があってですね、まあ、活躍の目処が立たず、横浜 FC からあの J2 で一時代を築いた伊庭選手が加入ということで、まあ、的確な補強をしたなと。で、これはサンガとしてはですね、この伊庭選手にですね、2016年から2018年の3年間でですね、ほぼ毎試合得点取られててですね、近年のサンガの一番の天敵の選手の加入っていうのはですね、9月大宮と2試合も対戦することになっておりますので、本当にネガティブなニュースで、個人的にはもう恐れている次第ですね。そして何より今年の J2 の表面の主役はもうアルビレックス新潟なのかなと。攻守の切り替えの部分で隙があることから、 J1 の各チームから湘南の福田選手、浦和レッズの荻原選手で、セレッソ大阪の中島選手、そして何より J2 の2006年得点王のチョンテセ選手が清水から加入ということで、新潟の補強本当に恐ろしいなと、今年に欠けてる感じがして、まあ、他のね、クラブの動向が見過ごせないなと。まあ、こんな感じでですね、まあ、J1 昇格を目標とするチームの補強をですね、見た限り、今年のシーズン途中の移籍市場はですね、まだまだ動くことが予想されるのではないでしょうか。そして次、肝心な我らが京都サンガ FC のシーズン途中での移籍予想に関してですが、近年途中加入は毎年実行されているこれまで、果たして今年はまあ、あるのか。特にサンガの途中加入はですね、結果が出てない印象が個人的には強い。まあ、稀に近年でですね、結果として現れているのは、あえて挙げるのであれば、2016年の吉野選手の加入。今現在ベガルタ仙台でですね、中心選手として活躍している彼ですが、まあ、守備をですね、強固にしてくれてですね、2016年の J1 昇格プレイオフの進出にですね、まあ、貢献してくれた選手。で、あと2018年、
J3 に降格しそうになったチームをですね、まあ、救ってくれた松川選手と庄司選手で金久保選手に海洋選手にジュニーニョ選手、まあ、この大型補強、まあ、なんとか J2 残留に貢献したという意味では結果として現れたのかなと。で、肝心な2020年シーズンのサンガですが、冒頭でも申し上げた通り、まあ、やっぱ期待できるけど活躍してない選手や怪我人っていうのがたくさんいますので、まあ、所属している選手がですね、救世主として現れることをですね、個人的には願っているのが大前提。まあ、その中でですね、まあ、例年の流れからしたら、まあ、1人か2人は、まあ、あるんじゃないかなと。で、そこで今季のサンガ14節消化した中でですね、見えた、まあ、思考するサッカーとですね、課題からこういう選手が加入すると面白いのではないかと予想してみます。まずチームスタイルから、攻撃に関してはポゼッションと速攻の使い分けで、守備に関しては後方ではめていくリトリート型のサッカーで、そして課題ですが、まず4つあるんですが、1つ目、中盤の間延びになったスペースへの侵入を許すで、2つ目がセカンドボールの回収率の低さで、3つ目がサイドはうまく崩すもペナルティーエリアに侵入して合わせる選手の少なさで、4つ目が宇高選手の相棒。4つ目以外はですね、戦術次第で解決できそうな課題、それを解決することがまあ難しい時はですね、まあ、手っ取り早く補強ということで、まあ、この課題を解決する手助けにですね、貢献してくれそうで、かつ出場機会が少なく現実的にサンガならなんとか獲得できそう、そして獲得できたら面白そうな選手をですね、述べていきますと、まず1と2の課題に対して、まあ、守備と攻守の切り替えに関する課題を解決してくれそうな選手の候補としては、まあ、この3人なのかなと。川崎フロンターレの山村選手と浦和レッズの阿部選手で、柏レイソルの小林選手、3人ともですね、タイトに守備ができてですね、特に山村選手と阿部選手は攻撃の部分でもですね、貢献できる選手。山村選手に関しては前線に上がって得点を取れる。で、阿部選手に関してはやっぱキックがこの選手ね、攻撃では武器になり得る部分ですので、サンガとしては石光選手に頼りがちなところがあるので、まあ、この阿部選手の加入があったら面白いんじゃないかなと。まあ、サンガに関しましては山地強化部長がですね、もともと浦和レッズのですね、強化部長を務めてたということで、ここら辺つながりでですね、もしかしたらワンチャン阿部選手あるんじゃないかなと。まあ、加入はね、してくれる可能性がかなり低いとは思うんですけど、加入があったら面白いんじゃないかなと。で、まあ、この3人に、ね、求めたいのはやっぱり中盤のスペースを埋める役割っていうのを、まあ、こなせそうなので、まあ、攻守の切り替えの部分でも、まあ、この3人のね、どれか、どの選手かが加入してくれると、まあ、面白いのかなと。そして3つ目と4つ目の攻撃に関する課題に対してはいろんな選手を挙げております。まずオフェンシブミッドフィルダーに関しては、広島の柴崎選手とですね、湘南のバラダ選手、そして名古屋の青木選手、3人ともテクニックと運動量が豊富な選手ということで、まあ、サンガのですね、トップ下に位置づけする選手っていうのは非常に運動量を求められますので、攻撃の部分もですね、宇高選手以外で、まあ、一つ違いをですね、作れる選手という意味では、まあ、この3人ね、テクニックありますので面白い存在なのかなと。で、フォワードに関してですが、ここも3人、セレッソ大阪の豊川選手とですね、柏レイソルの山崎選手、あとガンバ大阪の渡辺選手、まあ、3人ともですね、コンビネーションで得点を取れて、かつね、スピードもあるということで、まあ、一番はですね、得点を求めるところ、まあ、ただ宇高選手がですね、まあ、降りてきて崩した後ペナルティエリアに侵入する選手、ここがですね、まあ、フォワードとして得点能力のある選手、特に豊川選手と渡辺選手は本当に得点能力高いので、うん、面白い存在なのかなと。で、山崎選手に関してはもうスピードが本当抜群なので、宇高選手以外にも、まあ、スピードのある選手がいると、まあ、宇高選手の空けたスペースをうまく活用できるという意味では、この山崎選手も面白い存在なんじゃないかなと。まあ、こんな感じでですね、かなり高望み感が強い選手をリストアップしてしまいましたが、加入はなくてもですね、在籍している選手の台頭が一番、まあ、それぐらいサンガにはですね、所属している選手が多いということで、まあ、仮に、まあ、このね、挙げたリストの中からですね、1名くらいはですね、どこかに移籍するんじゃないかなと、個人的に思ってますので、もしそれが実現した暁にはですね、まあ、J2 のですね、サンガ以外の上位陣のクラブにはですね、移籍せず、ぜひ、京都サンガ FC をですね、選んでいただければと、まあ、それを願ってですね、ここらで終わっていきたいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。